ちょっと待て、私たちを見てすぐ逃げるなんて、何か後ろめたいことがあると見た。吐け、すべて吐いて楽になるんだ。国のおっかさんが心配してるぞ。ようっていうか、容疑っていうか、転校生の飛び市さんのことなんだけど、なんでちょっとの間にあんな様変わりしてるの？なんか五日くんにベタ惚れっぽかったし。当局としては何らかの洗脳があったものとみて捜査を進めているのですが、それを口実に休日飛び市さんを誘い出し、あまたの女を落としたテクと謎のフェロモンで虜にしたと。16時20分、自供確保。っていうか実際のところどうなのよ、五日くんは誰狙いなわけ？ねえ、トウカちゃんに飛び市さんに隣のクラスの山井さんたちに、噂によると他にも何人もいるとか。二股どころか山田のオロチ状態とか。そのうち女装した男に酒飲まされて首切られるのでは。とまあいろいろ言ってはみたものの、私はこうも思うの。実は五日くんすごい人なんじゃないかって。ほほう、その心は？いやほら、トウカちゃんも山井さんたちも今回の飛び市さんもみんな転校生だったわけじゃん。普通違った環境に飛び込むのって勇気がいるけど、五日くんがいたから打ち解けるのが早かったところもあるかなって。まあその功績がないとは言えない。毒薬も使いようか。まあそれはそれとして、私たちは熱烈なトウカちゃん支援者なわけだけど、トウカちゃんも今の状況を楽しんでるみたいだからまだいいけど、泣かせたりしたらマジ許さないけどね。痛覚を持って生まれてきたことを後悔させてやろう。あっ、こら！まだ話は終わってないわよ！被疑者が逃げた！応援を頼む！そう見えますか。なんというか、12月が近づくといろいろ考えてしまって。はい、クリスマスですよ、クリスマス。なんでクリスマスなんてものがあるんですかね。いえ、クリスマス自体は別にいいんです。クリスチャンの人にとっては特別な日でしょうし。ただそれにかこつけてランチ期騒ぎする日本の風潮が理解できないんですよね。そもそも恋人と過ごす日みたいな風潮が悪質なデマゴギーなんですよ。広告代理店の罠なんですよ。クリスマスってもっと厳かなものじゃないんですか？それを言ったら
や、バレンタインもそうです。2月14日はセント・ワレンデニスが処刑された日ですよ。バレンタインの名を使うなら喪に服すべきでは。クリスマスを一緒に過ごす人はいますよ。むしろここ数年一人で過ごしたことはありません。過ごす相手はいます。ええ、いますよ。いますとも、男の人とは言ってませんけどね。学生時代からの付き合いなんです。あ、でもまだ具体的に今年の予定を立ててるわけじゃないので、もし五日くんがどうしてもって言うなら1ヶ月後の予定を空けてもいいですよ。来たか、いつか。実は折り入って相談があるんだ。去年まで俺といつかは同じレベルだと思ってた。まあ聞けって。でも今年に入っていつかは急にモテ出した。これではまずいと思って俺は努力を始めたんだ。でも俺の努力など嘲笑うかのようにお前はどんどん先に進んでいった。俺には女の子との関わりが、経験が全然ないんだ。俺は大人の階段の手前で足踏みしてるってのに、いつかときたら可愛い女の子みんなと仲良くして、両手どころか両指全部に花状態。いつかハーレムじゃないか。毎日毎日俺の目の前で堂々と会話したり、手をつないだり、ご飯をあーんしてもらったり、大人の階段を上り詰めやがって。お前に俺の気持ちがわかるか。うるせえ。誰が見たってこの差は明らかなんだよ。慰めなんてたくさんだ。ちくしょう、ちくしょう。それだ、それだよ。俺が言いたかったのはそれなんだ。それこそが本題だ。俺を五日ハーレムに入れてくれ。いつかと一緒にいることで俺も女の子たちともっと会話できるし、手をつなぐチャンスだってあるだろう。あるはずだ。いつかゾーンでも、いつかファミリーでも、チームいつかでも、いつかと愉快な仲間たちでも、なんだっていいんだ。頼むから俺を入れてくれよ。わかった。最初はハーレム参加者からでいい。いつかと手をつないだり、いつかにあーんしたりするから。うわ、いつかに振られた。俺とは遊びだったんだ。やあ、シン、どうしたんだい、こんなところで。
風邪でも引いたのかい？ああ、別に体調を崩したわけではないよ。養護教諭に番を頼まれてね。何かな？ああ、大きな霊力がぶつかった後なので注意はしているが、今のところ問題はないよ。ただ、いや、具体的に何かがあったというわけではないんだ。少し嫌な予感がするというだけさ。ああ、ただの杞憂である可能性が高いけれどね。まあ、人知が及ばないのが精霊の精霊たるゆえんだ。くれぐれも油断しないでくれということさ。ああ、そうだ。それと一つ頼みたいことがあったんだ。いいかな。マイリトル指導 VRMMO のアルファ版テストプレイヤーを探しているんだが、何でも言ってくれと言ったじゃないか。あれは想定外のイレギュラーだよ。心配しなくても今回のソフトに危険はないだろう。どうしても嫌かい？私にできることなら何でもすると言ったら？無論、真のためさ。シミュレーションの精度が上がれば、実際に精霊に対する時の練習になるだろう。今、少しやってもいいかなという気になったかな。ああ、助かるよ。ではまず、マイリトル指導 VRMMO。次に恋してマイリトル指導3、それが終わったら恋してマイリトル指導ファンディスクを。久しぶりじゃねえですか。お元気そうでマナは嬉しいです。ええ、ちょっと映画でも見ようかと思いまして。ご心配なく、マナもこの町に来てそこそこ経ちますから。なかなかいい町で嫌がりますね。ご飯も美味しいですし、いろんな店もあって。別に遊んでばかりじゃなく、ちゃんと仕事はしてますから誤解しねえでくださいね。はい、お恥ずかしながら最近ちょっとハマっちまいまして。そうですね、基本何でも見ますが、やはりド派手なアクションものが多いですね。え？今からで嫌がりますか？
じゃねえのですが、今から見ようとしていた映画がその、はっ、何を言ってやがるんですか兄様、そんなわけねえでしょ。ただそのあまり兄弟で見る類のものではないというか、劇場版ワルキューレミスティです。私こそすまねえです。次はアクションものを見ようと思って嫌がるので、その時はご一緒しやがりましょう。